最初にも言いましたけど、結局ダイエットってのはいかにキープしていくかなんですね。実はですね、ジムとかで消費されるカロリーって 5% ぐらいしかないんですよ。ダイエットに苦しむのは。もうやめましょう。富永です。今日は久々にですね、フォロワーさんからの質問に徹底的に答えていきたいと思います。で、かなりの数のですね、質問に答えていくので、おそらくですね、今のあなたの悩みを解消するヒントになる質問があると思いますので、ぜひですね、動画を最後までご覧いただければと思います。まあ、本当ですね、お皿を洗いながら聞いてもらったりとか、移動中に聞いてもらったりで十分だと思いますので、ぜひ参考にしてもらえればと思います。では早速いきたいと思います。1つ目、1日の消費カロリーは40代女性平均いくら。これ難しいですね。厚労省のですね、数値で言うと、まあ、1750から、まあ、2300っていうのがですね、大体ですね、30から40代の女性の必要なカロリー量って言われてます。で、これはですね、モデルとして、身長が158センチ、体重53キロの人で、活動量がものすごく少ない人が1750キロカロリー、めちゃくちゃ活動量が多い人で2350キロカロリーっていう風に設定されてるんですね。ただですね、ただ、人によって全然違うっていうのがですね、正直なところで、まあ、消費カロリーっていうと、いわゆるそのメンテナンスカロリー、今の体重を維持するカロリーってことになるじゃないですか。なぜなら、体重が維持されてるっていうことは、その分だけ消費できてるっていうことですよね。これはですね、結構ね、やっぱり体重によって全然変わってくるっていうのがあるので、まあ、私であればですね、体重かけるの22、この体重かけるの22でだいたい基礎代謝量が出るんですけど、まあ、それにですね、身体活動レベルの係数の 1.5 から 1.6 ぐらいですね、これをかけた数値がだいたいですね、40代女性に必要なカロリー、いわゆる1日で消費できるカロリーというふうに考えます。まあ、ただ本当ですね、これは活動量とか体重とかによって全然違いますし、まあ、今までどんなダイエットしたかによって代謝が下がってるっていうパターンもあるし、ちょっと何とも言えないんですよね。だから、まあ、この質問者さんはさっき言ったそのメンテナンスカロリーですね、今の体重を維持できるカロリーイコール消費カロリーって考えてもらって、まあ、2週間から1ヶ月ぐらいですね、摂取カロリーを記録してもらって、その間に体重が変動しなければ、今自分が消費できてるカロリーってのは、その2週間から4週間の平均摂取カロリーって考えてもらって、やってもらえるといいかなと思います。まあね、なかなかね、この消費カロリーって難しいところではあるんですけど、一番正確なのは今言った実際に体重が変動しない2週間から4週間の平均摂取カロリーを出してもらうと、体重が変わらないイコール1日でそれは消費できてるっていうことになるので、まあ、面倒かもしれませんが、その方法で計算してもらえるといいかなと思います。はい、では次いきます。朝から甘いものが止まりません。日中眠いです。睡眠は8時間ぐらいとっています。あー、なるほど、朝から甘いもの食べたいってことですね。これはですね、もうね、ほとんどの人は睡眠に問題があります。この方もですね、睡眠8時間とってるっていうことなんですけど、まあ、日中が眠いっていうことなので、睡眠の質が下がってる可能性が高いですね。特にですね、朝から甘いもの食べたいっていう場合は、もうですね、夜中とか早朝とかに血糖値が下がって低血糖になってしまってる可能性が結構高いんですよ。で、この朝からが寝起きからもうそわそわして何か食べたいとかであればですね、ほぼ間違いなく低血糖になってます。で、寝てる時とか朝方低血糖になる原因としてはですね、根本的な問題として、まあ、ストレスをかけすぎとかがあるんですけど、例えば夕食で糖質を取ってない炭水化物を抜いてるとかですね、あまりにも夕食の炭水化物量が少なすぎるとか、まあ、そういう問題もあります。なので、まずは夕食でしっかり炭水化物を取るっていうこと、そして私がよくお勧めしてますけど、夜寝てる時の血糖値を安定させるために、寝る前にティースプーン1杯の蜂蜜を舐めるっていうのもありです。寝る前にティースプーン1杯の蜂蜜を舐めることによって、寝てる時の血糖値ってのが安定しやすくなるんですね。もちろんですね、糖尿病とかがあって血糖値をこうコントロールしないといけない人っていうのはですね、寝る前の蜂蜜っていうのはちょっと注意しないといけないんですけど、もしですね、夜中とかに歯ぎしりをしているとか、あと悪夢を見るとか、朝起きた時からそわそわして甘いものを食べたいとかですね、そういう風な低血糖の症状が出てる場合はですね、騙されたと思って寝る前にティースプーン一杯の蜂蜜を舐めてみてください。なので、朝から甘いもの食べたいっていう場合はですね、夜間と早朝の低血糖を疑うっていうのが一番かなと思います。まあ、あと考えられるのは、まあ、うつ病とかですかね。いくら寝ても寝足りなくてずっと眠いし、朝から何か食べないと不安が消えないっていうような状態になってしまうこともあるんですね。なので、そこもですね、一つ、まあ、うつっぽさとか不安が強いとかがないかっていうのを確認してもらって、もしですね、うつっぽさがあるんだったら、それは心療内科に行って病院で治療してもらうっていうのが大事になりますので、夜間から早朝にかけての低血糖と、あとは鬱っていうところをですね、ちょっと考えてもらえていいかなと思います。はい、では次に行きます。体重が重たい人はまず何からすると痩せますか。1ヶ月に2キロのペースでダイエットをしたいですというところでですね、まあ、体重がある程度こう重いっていうところですよね。もうね、これね、みんなに共通してるんですけど、現状を把握してください。現状の把握って何かっていうと、今の体重が重い状態っていうのはなんで減ってこないのか、なんで増えてしまったのかっていうことを考えないといけないわけですね。で、体重が変わらないっていうことは、摂取カロリーと消費カロリー、このバランスが釣り合ってるんですね。だから、今自分が問題となってるのは、摂取カロリーが多すぎるのか、もしくは消費カロリーが少なすぎるのかっていうところで考えてもらうといいと思います。あまりにもですね、体重が重すぎる人っていうのはですね、まあ、基本的にはですね、
やっぱり食事内容が良くない場合が多いです。例えば何気なくも菓子パン食べてしまったりとか、お昼もラーメンとチャーハンを食べてるとか、夜もクリーム系のパスタ食べるみたいな、もう常にどっかりどっかりどっかりみたいな食事をしてたりとか、あとは時間があれば常にこうお菓子をつまんでる、甘いジュースを飲んでいるとか、そういう風なですね、もう明らかに食べ過ぎてしまってるっていうケースが多いですので、おすすめなのはちょっとアスケンとかのアプリでですね、今の自分の摂取カロリーの状況とかを確認してみるっていうのはありだと思います。本当に自分は食べ過ぎてるのかっていうところをですね、客観的な数値で確認できたら、おそらくそこ改善できると思うんですよね。でもしですね、自分が食べ過ぎてるって分かってるんだけどそれを減らせれないっていう場合はですね、食欲コントロールをしていかないといけないと思いますので、なんで食べ過ぎてるのかっていう原因を考えてそこを解消するっていうことが必要になります。で、食欲コントロールの方法に関してはですね、過去にですね詳しく解説した食欲コントロール完全版っていう動画があります。で、それですね、概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひ食欲コントロールに問題があると思った場合は参考にしてもらえればと思います。で、あと食べ過ぎもそうなんですけど、やっぱある程度こう体重が増えすぎてしまっている場合は、活動量がめちゃめちゃ少ないっていうのもあります。例えば1日3000歩も歩いてないとかですね、だいたいやっぱ1日8000歩ぐらい目指したいわけですよね。なので活動量を上げていく、まあそれは運動をしろってわけじゃなくて、1日の歩数を上げていくだけでいいんです。で、体重がやっぱりですねある程度重いと、例えば15キロとか20キロとか30キロとか痩せないといけないってなると、やっぱめっちゃ頑張ろうって思うじゃないですか。けどやらないといけないのはですね、実は通常の状態から外れてるところをまず通常状態に戻すことなんですね。わかりますかね。体重がめちゃめちゃ重いっていうことは、普通の生活から結構やっぱり逸脱した生活をしてるからそうなってるわけですよ。その時にめちゃめちゃ痩せようと思ってダイエット的なとこをやるっていうよりも、どっちかというと健康的な生活に近づけるってことが大事なんですね。なのですごい頑張って食事制限をする、運動をやるっていうよりも、大きく逸脱している食事とか活動量っていうところを通常範囲に戻していくっていうこと、これが大事になります。なので例えば食事とかであれば、なんかお腹が空いてないのに何気なく食べてないかなとか、飲み物とかも必要ないのになんかカロリーがある飲み物ばっかり飲んでないかなとか、ご飯も本当はここまで食べなくていいのに全部食べてるんじゃないかなっていうところを考えてもらって、少し量を制限していくっていうところだったりとか、あとは活動量に関しては歩いていけるところは歩いていくとか、休みの日もちょっと外に出るようにするとかですね、まあ、そういうところからやってもらうといいかなと思います。体重がですね重いっていうことは、逆に言うとですねめちゃくちゃ体重減りやすいんですね。だからこの方ですね、月2キロのペースで落としたいっていうところなんですけど、月2キロのペースで落とすのはそんなに難しくないと思います。まあ、もちろんね何キロかによりますけど、けどここで無理して体重を落としていくとですね、逆にリバウンドして今以上の体重になってしまう可能性っていうのはありますので、ここに書かれているですね、月2キロぐらいのペースで、さっき言ったように逸脱した生活習慣を元に戻すっていうイメージでやってもらえればいいと思いますので、まずは食事と運動の面で今の自分の生活がどこが逸脱しているのかなっていうのをですね、まあ、現状把握するっていうことをやってもらうといいかなと思います。はい、では次いきます。かなりの食事制限をして、その後体重キープ可能であればありな方法ですか。で、難しいところですね。まあ、かなりの食事制限っていうのが、まあ、どういうものかによるんですけど、いつもお話してますけど、食事制限をして痩せたら、その食事制限をずっとし続けないといけないわけですよね。まあ、当たり前じゃないですか。例えばですけど、体重60キロの人が、その時に食事制限をめちゃめちゃしていて、50キロになって、じゃあ50キロキープするために何しないといけないかっていうと、50キロになった時の生活ですよね。なんでかっていうと、その生活をしているおかげで今50キロなわけじゃないですか。っていうことは、生活を戻してしまったら60キロに戻るわけですよね。で、ここでのありかなしかっていうのはですね、その制限している生活っていうのが、じゃあ一生維持できるのかっていうところだと思います。例えば、食事制限が強すぎて、こう常に食欲我慢してイライラしているような状態だとするじゃないですか。その状態って一生続けれると思います。多分無理なんですよ。いつか反動で過食になったりとか、代謝が下がってリバウンドしてしまうわけですね。なので、ポイントはですね、今やってるその食事制限っていうのを一生続けていけるかどうかっていうのをですね、ちょっと自分で考えてもらえるといいかなと思います。最初にも言いましたけど、結局ダイエットっていうのは痩せた時の生活をいかにキープしていくかなんですね。だから、まあ今やってるダイエットがもう継続可能かどうかっていう視点でですね、考えて進めてもらえればいいと思います。はい、では次。運動しない方が痩せる方もいるとおっしゃってましたが、どんな方ですか？なるほど。これもですね、実は結構いるんですね。まあいろいろなパターンがあるんですけど、まあ一つはですね、こうストレスをかけすぎてるパターンですね。例えば人間の体ってストレスをかけると、まあ、コルチゾールっていうホルモンが作られて、でそれによって食欲が乱れたりとか代謝が下がったりして痩せにくくなってしまうんですね。でストレスっていうと精神的なストレス、これだけを考えてしまいがちじゃないですか。けどですね、人間の体にとってストレスって精神的なものだけじゃなくて、
寝不足とか運動とか食事制限とかもストレスなんですよ。運動によって精神的なストレスが軽くなる。しかも運動もそこまでこう激しくなくて、体への負担が小さいというものであれば効果的な時もありますけど、今言ったようにですね、食事制限もすごいし、睡眠時間も短いし、精神的なストレスも強いし、運動もバリバリやってるみたいな感じの人はですね、逆に運動をやめることによって体へのストレスを減らしてあげることがですね、実はですね、ダイエットにつながることもあるんですね。で、あとですね、もう一つのパターンとしてはですね、ジムとかでの運動をしすぎていて、日常での活動量が下がってしまっているってパターンですね。これもね、結構多いんですよ。体を動かすことでの消費カロリーっていうのは、ニートって呼ばれる家事とか、日常的なこう活動によって消費されるカロリーと、ジムとかでの運動ですね。この運動によって消費されるカロリー、この2つがあります。これってどっちが大きいと思いますか？このですね、活動によって消費されるカロリーって全体の 30% って言われてるんですけど、実はですね、ジムとかで消費されるカロリーって 5% ぐらいしかないんですよ。で、残りの 25% が家事とか、その日常的な活動で消費されるカロリーなんですね。例えばですけど、ジムで運動しまくってですね、この 5% の方で運動しまくって、この 25% の方がめちゃめちゃ少なくなってしまったら、結果的に総消費カロリーっていうのが減ってしまうわけですよ。で、このですね、ニートって呼ばれる日常生活での消費カロリーってどれぐらい影響大きいかっていうと、太っている人と太ってない人比べると300キロカロリー以上とかも変わってくるわけですね。ジムでですね、運動をして疲れて、もう家ではもうゴロゴロして全然動かないっていうような生活をしていると、このニートの部分が少なくなりすぎて痩せにくくなってしまうっていうパターンは本当に多いです。なのでジムで運動していて、その運動が終わった後も疲れすぎて家ではもうゴロゴロしてるっていうような人はですね、逆に運動をやめて日常での活動量が増えると痩せやすくなるということもありますので、ちょっと運動頑張りすぎて疲れてる人はですね、もしかしたら運動をやめると痩せるかもしれません。はい、では次いきます。リバウンドからの再ダイエット、何からすればいいか。なるほど、これもさっきのパターンと似てますね。はい、結局ですね、ダイエットをするときって最初にやるべきことはもう現状の把握なんですね。今の自分の状態っていうのは、摂取カロリーに問題があるのか消費カロリーに問題があるのかっていうところなんですね。で、おそらくリバウンドからの再ダイエットっていうことなので、上げ止まりが多分来てるんだと思うんですよね。じゃあここからやるべきことは何かっていうと、もうさっきと同じですよ。食事量を減らしていくべきなのか、活動量を上げていくべきなのかっていうところです。この時にですね、もう明らかに例えば間食が多いとか、飲み物でカロリー取ってるとか、食事の量が多いとかであればですね、少し食事量を減らしていくっていうところはやっていいんですけど、現代人はですね、どっちかというとですね、活動量が低すぎるパターンっていうのも結構多いんですよ。だから例えばですけど、今の1日の歩数とかがさっき言ったように3000歩とかであれば、これをまず8000歩に上げるような工夫をやっていくとかですね、あとは休日に全く外に出てないとかであれば、休日午前と午後外に出て歩くようにするとか、今現段階で活動量が少ない人は活動量を増やしていくことからやっていくといいかなと思います。結構こういうパターンの人はですね、活動量を増やしていくと健康意識が高まってですね、カロリーが低いものを選ぶようになって、自然と摂取カロリーが下がってきたりもするんですね。どっちからがいいかっていうのはですね、その人によって全然違うんですけど、今の現状として食事状態、摂取カロリーはどうなのか、活動量、消費カロリーはどうなのかっていうのを確認して、明らかに改善しやすい方から手をつけていってもらうといいかなと思います。はい、では次に行きます。食欲、メンタル、体重、安定しています。ここから減量するには食事量でしょうか？これもなんか今言ったのと同じですね。じゃあもうちょっとですね、詳しく話をしていきたいんですけど、今ですね、その体重とかが安定しているっていうところなんですけど、で、この状態って今の体重に見合った摂取カロリーを取れてるかどうかっていうことがポイントになってくるんですね。これは何かっていうと、人間っていうのは基本的にはですね、体重に見合った代謝量っていうのがあるわけです。わかりますか？例えば60キロの人であれば1800キロカロリーまでは消費できますよっていう感じだったり、70キロの人であれば2100キロカロリーまでは消費できますよっていうような感じで、体重に見合ったですね、消費カロリーっていうのがあるんですね。で、その計算方法がですね、ちょっとさっきも言ったと思うんですけど、女性の30代40代とかであれば、体重かけるの22かけるの活動量によって違うんですけど、だいたい 1.5 から 1.6 これをかけてもらえると数値が出てきます。で、これもちょっと計算めんどくさいよっていう方はですね、だいたい体重かけるの30キロカロリー前後になりますので、30をかけてもらうといいかなと思います。で、もしですね、今その最適カロリーですね、今計算した最適カロリーを取っていて体重が維持できてるっていうのであれば、ある程度のですね、代謝力はあるっていうふうに考えてもらっていいかなと思います。けどこれがですね、例えばですけど、さっき言った体重かけるの22かけるの 1.4 ぐらいの数値しかないとか、しかも1日の歩数とかも2000歩3000歩とか少ないってなると、体重に見合ったカロリーを消費できてないってことになるんですね。さっき言った体重かけるの22キロカロリーかけるの 1.4 ぐらいしか食べてないのに体重が変わらないとか、そういう場合はですね、消費カロリーっていうのが落ちてしまってる可能性が高いわけですね。で、しかもそこに1日 2,3000 歩しか歩いてないとか、活動量が少ないようなですね、状態であった場合は、まずは食事量を減らしていくっていうよりも活動量を上げていくってことは先になります。そうではなくて、体重かけるの22かける
×の 1.6 とか 1.75 とかですね、ある程度の活動量がある人のカロリーが消費できている場合はですね、そこから食事量を減らして体重を落としていくっていう段階になりますので、今の体重マイナス2キロで計算したカロリー量を取っていくといいかなと思います。例えば体重60キロで今の平均摂取カロリーが体重 ×22×1.6 であれば 58×22×1.6、このカロリーにすると58キロまで体重が落ちてくるというふうに考えてください。で、なんで58キロ、まあ2キロぐらいしかマイナスしないかっていうと、みんなですね、いきなりですね、目標体重に合わせたカロリーで設定するんですね。例えばですけど、60キロの人が50キロになりたいっていう時に、じゃあ体重50キロの人のカロリーを取ればいいのかっていうと、それは減らすぎっていうこと、なんとなくわかりますよね。体重を落とすとき、カロリーを落としていくときもですね、階段を登っていくようにですね、段階を追って減らしていかないといけないわけです。だからカロリーの設定っていうのはですね、だいたい体重マイナス2キロぐらいからやっていくといいと思いますので、ある程度のですね、活動量が保たれていて、維持カロリーもある程度高い位置にあって、これから食事を減らしていこうっていう場合はですね、さっき言った体重マイナス2キロ ×22× の 1.5 から 1.75、ここをかけてもらえるといいかなと思います。はい、では次いきます。停滞期の脱出の仕方を教えてください。あ、これもですね、これ今まで話したと全く同じですね。はい、停滞期っていうとですね、基本的にはもう摂取カロリーと消費カロリーが釣り合ってるから、もう落ちないような状態になってるってことなんですね。じゃあここで考えないといけないのは、このじゃあ釣り合ってる状態から自分は活動量を上げていった方がいいのか、消費カロリーを下げていった方がいいのかっていうところで、今まで話した方法で考えてやってもらえるといいかなと思います。いやいや、私そんなことなくアンダーカロリーになってるように停滞してるんですよっていう人はですね、それはですね、表面上の計算でアンダーカロリーになってるだけで、体の中ではですね、アンダーカロリーになってないんですよ。体重が減らないっていうことは、摂取カロリーと消費カロリーが釣り合ってるわけですね。だからもしかしたら無理な食事制限で代謝が下がってしまってるかもしれません。なので、思ってるよりも摂取カロリー少ないのに体重が落ちないっていうパターンもありますので、まあ、こういう場合はですね、今までの食事制限やり方間違ってるので、体重増えてもいいから食事量を増やして、もう一回代謝を戻してやり直さないといけないってことになります。まあ、ちょっと停滞期に関してはですね、また要望があれば、動画でもう一個作りたいと思いますので、ぜひですね、停滞期の抜け出し方知りたいっていう場合はですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいなと思います。はい、では次いきます。胃腸は満腹状態だけど低血糖でそわそわして何か食べたいって時は食べた方がいい、我慢。あー、これね、答え言うと、もう食べないと落ち着かないですよね。だって当たり前ですけど、血糖値が下がってそわそわしてるっていうことは、血糖値を上げないと、まあ問題が解決されないので、症状も解消されませんよね。この方ですね、結構多分よく理解されてる方だと思うんですけど、食事に対する満足感とか食欲っていうのはですね、いろいろなところの要素が関わってるんですけど、大きく分けるとですね、胃の満腹感とやっぱり脳の満足感、まあ脳の満足感の血糖値なんですけど、この2つが影響しています。で、この胃と脳両方満足させないと、人間って食欲が落ち着かなくなってるんですね。例えば野菜ばっかりたくさん食べたら、お腹は膨れるけど血糖値上がらないから、なんかお腹膨れてるんだけど甘いものを食べたいなみたいな状態になっちゃうんですね。逆に甘いジュースみたいなやつを飲んだりすると、血糖値だけガバッて上がって、胃には食物繊維とか物が入らないから、なんか満腹感が得られないっていうような状態になるんですね。で、この方の質問の場合は、まあ、いわゆるさっきの野菜の状態ですね。血糖値が上がらない野菜をたくさん食べて、胃に物はたくさん入ってるんだけど血糖値が上がってないから、もうこれは糖分を取って血糖値を上げていくしかないです。はい、まあ、特にね、糖質制限してる人とかこういう状態になりやすいですので、まあ、たくさん食べてお腹はいっぱいなんだけど、なんか甘いもの食べたいなとかなってる場合はですね、低血糖になってる可能性がありますので、その場合はしっかりと血糖値が上がる糖分を取るっていうことをやってもらうといいかなと思います。はい、では次いきます。半年で 5,6 キロ増えましたが、これは脂肪ですか？なんとも言えないですが、脂肪は間違いなくついてるかなと思います。はい。まあ、期間的なところもありますけど、やっぱり 5,6 キロってなると、むくみだけで増えるものでもないですし、便だけで増えるものでもないので、まあ、ほぼ間違いなく、まあ、しかも半年っていう期間経ってるから脂肪はついてるかなって思います。で、体重に関わる要因っていうのは、体脂肪を筋肉、まあ、水分、グリコーゲン、便、まあ、この5つが考えられるんですけど、短期間での 1,2 週間とか1ヶ月以内の変化とかであればですね、特に 2,3 キロの変動っていうのはむくみとか便で起こるので、この辺の影響が大きいと思うんですけど、半年かけて 5,6 キロってなると、まあ、むくみで増えてるっていう可能性もありますけど、まあ、やっぱり体脂肪もついてるかなっていうふうに思いますね。ただあとはその生活的なところが変わってるかどうかですよね。明らかに別に食べ過ぎてもない、活動量もそんなに変わってない、しかもなんか足がすごいむくんでる感じがするとかであれば、まあ、むくみとかで増えてる可能性もありますけど、この半年間活動量下がってるとか、食べる量が明らかに増えてるよねというので体重が増えてるのであれば、まあ、体脂肪が増えてる可能性は高いですので、そのように考えてもらうといいかなと思います。はい、では次いきます。
甘いものを食べないと、食後のデザートなど満足できません。やめるためにはというところでですね、食後に甘いものを食べたくなるっていうパターンですね。でこれいくつか原因考えられるんですけど、まず一つ目として食事の量と食事の糖質が少ないっていうところが考えられます。当たり前なんですけど、食事量が少なかったら満足できずに食べたくなっちゃいますよね。あと食事の糖分が少ない、ご飯を食べてないとか、ご飯を 100g ぐらいしか食べてないってなると、さっき言ったやっぱ血糖値が上がらないから、食後にもうちょっと血糖値上げてくれよっていうところですね。甘いものを食べたくなったりするんですね。あとその血糖値のパターンで多いのはベジファーストですね。ベジファーストをすることによって、食後ですね、ごちそうさまをするときに血糖値が上がりきってなくて、なんか食べた感じはあるんだけど、そわそわして食べたくなるなっていうパターンあるんですよ。だからそうした場合とかはですね、どっちかというとライスファースト、先にご飯を食べてごちそうさまのときに血糖値をある程度上げてあげとけば満足して終われるっていうパターンも結構多いです。あとはね、習慣的にこう食べてしまってるっていうのはあるので、例えばもう1日だけでも食べない日を作ってみるとか、まあ、そういうのもありですよね。さっき言ったですね、食事量が少ないとか血糖値が上がってないっていう場合はですね、そこを解消すればですね、食後のデザートを食べたいっていう欲求も減ってくるんですけど、まあ、習慣的にも食べることが癖になってるっていう場合はですね、1日でもいいからやめてみる、これを週1日からやって2日やめてみる、3日やめてみるっていうところでですね、減らしていくっていうことも大事になると思いますので、まあ、どっちの問題かを考えて対処してもらえばいいかなと思います。はい、では次いきます。有酸素運動と無酸素運動だとどちらを優先すべきですか、ダイエット中ですというところですね。結論から言うとどっちでもいいです。どっちかというと有酸素運動の方がいいかなっていうところなんですけど、続けやすい方で僕はいいかなと思います。でこの有酸素運動と無酸素運動ってダイエットにおいてどういう役割を担ってるかっていうと、実はですね、さっき言った日常的な活動ニートを上げるため、底上げするためにめちゃめちゃ効果的なんです。でどういうことかっていうと、例えば普段からこう有酸素運動をして体力がついてると、日常生活でも活動量って多くなると思いません？運動全くしてなくて体力ない人って、例えば近くのスーパーに行くのにも車を使ったりとか、家にいて時間があったらゴロゴロしたりとかしてそうですよね。同じように普段筋トレをして足の筋肉いつも使ってる人、じゃあ目の前に階段とエレベーターあった時、階段から登れそうじゃないですか。けど全く筋肉がない人って階段きついからっていうところでエレベーター使いそうじゃないですか。そう、これどっちもですね、実はニートを上げることにつながってくるんです。だからどっちでも正直いいんですよ。これは人によって多分継続のしやすさが違うと思います。だから自分自身が継続しやすい方で全然 OK で、もちろんですね、目的がボディメイクとかなってくると筋トレをしないといけないですよ。けど、まあ一般的なダイエットでのその中での運動って考えると、まあ、正直どっちでもよくて、自分自身が継続しやすい方を選んでもらえばいいかなというふうに思います。はい、では次いきます。食べ過ぎた次の日も普段通りコントロールすれば大丈夫ですか？基本的にもう食べ過ぎた次の日、まあ普段通りで大丈夫です。お腹があんまり空いてなかったら次の日の朝ぐらいは軽くしていいんですけど、一番良くないのは食べ過ぎたから次の日断食だみたいなとか、あと運動でめちゃくちゃ消費カロリーを上げようみたいなことはやめた方がいいですね。で、なんでかっていうと、体重っていうのはですね、基本的には1日2日数日の食べ過ぎで増えるんじゃなくて、食べ過ぎが続くことによって積み重なっていって増えるんですね。食べ過ぎの問題って何かっていうと、食べ過ぎてしまいました、次の日落ち込みます、断食します、そしてまた次の食べ過ぎを招きますっていうところで、食べ過ぎが続いていってしまうことが問題なんですよ。食べ過ぎても太らない人っていうのは、食べ過ぎた次の日から切り替えて普通の生活に戻るから太らないんですね。だって1日で食べ過ぎたって言ってもたかが知れてるじゃないですか。でこれが積み重ならなければ太らないわけですよ。でもちろんさっき言ったように、食べ過ぎて体にカロリーが余っててお腹が空いてないから軽くするっていうのは全然ありです。ただですね、この方の質問にあるように、次の日から普段通りの生活をしていけばですね、体重っていうのはですね、仮に一時的に増えていても元に戻ってくるので、食べ過ぎた翌日でもですね、余計な断食とか過度な運動とかそういう調整はしないようにしてもらえればと思います。はい、では次いきます。過食スイッチが入ってしまった時、どうにか落ち着ける方法ありますか？過食スイッチが入った後は結構厳しいと思いますね。もうね、そこはね、もう諦めた方がいいです。だってここでですね、過食スイッチが入った時に落ち着かせれるんだったら、もうそれはね、過食じゃないんですよ。だから過食で悩んでる人はですね、もう過食スイッチが入ったら諦める。で、落ち着いた時に自分の過食の原因って何なのかっていうところを考えて解消してもらう以外ないですね。で、もちろんですね、その過食とか嘔吐っていうのがですね、ものすごい心とか体にダメージを与えてしまうっていう場合はですね、例えば家族の方に止めてもらうとか、そういうのも必要になってくるパターンもあるんですけど、けど基本はやっぱりもう過食スイッチが入ったら止まらないっていうのが過食なので、そこは諦めて落ち着いた時に根本原因と向き合うっていうことをやってもらえるといいかなと思います。過食に関してはですね、過去にですね、過食症完全克服動画っていうのを上げてます。これですね、詳しくですね、過食の克服候補だったりとか、克服していくときにどんな感じで進んでいくんだよっていうのをですね、説明していますので、ぜひ過食で悩んでる人はですね、概要欄に URL を貼っておきますので見てもらえればと思います。はい、では次いきます。運動して痩せてやめたらリバウンド、これはやはり運動しないと痩せるところまで戻れませんか？難しいところですね。はい、
どれぐらい痩せたかとかですねにもよるんですけど、基本的にはですね運動だけで痩せるっていうのは結構厳しいです。食事をですね改善していくことによって痩せていくっていうのは基本になるんですね。もしかしたらこの方ですね、運動で頑張った分実は食事にもまだ頑張る余裕があって、運動をやらなくても食事です同じぐらい頑張ったら痩せた時の状態に戻れる可能性はあります。まあ、ただですねこれですね、なんかどっちかだけとか運動だけとかこれで考えていかない方がいいかなと思います。だから次はですね、まあ運動も多少頑張るけど多分やめたってことは多分結構無理して頑張ったんだと思うんですよ。だから継続できるぐらいの運動をやりつつ食事の管理もやっていくとかなりいい感じに、しかも途中でやめることなくリバウンドすることなく痩せていくことができると思いますので、前やった時ほど無理しないぐらいやって、それと合わせて食事の管理をやっていってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、では次いきます。過食が悪化して1年で10キロ増えました。腹8分目と少しの運動を意識すれば戻せますかね、不安で。ちょっとですね今の状態がどうかわからないんですけど、まだ過食があるのであれば腹8分目は難しいです。やるべきことは過食があるんだったら過食の改善ですね。それはですねさっき紹介した動画を見てもらえればやり方っていうのはわかると思うのでやってもらえればいいと思います。このですね腹8分目って結構ですね言われるんですけど、そもそも食欲が乱れてる人っていうのは腹8分目はできません。ある程度食欲が安定してきてお腹具合を感じれるようになって腹8分目って初めてできるようになるんですね。だから特にこの過食があるような状態であればですね、お腹具合を感じるっていうのはかなり難しいと思いますので、まずはお腹具合を感じる前に過食を克服するっていうことをやってください。少しの運動を意識するっていうのはですね過食の克服にもすごくいいと思いますので、少しの運動を意識しながら過食の克服をやっていくってことをやってもらえばいいかなと思います。で、明らかに過食が悪化して増えた体重っていうのはしっかりそこを克服してやっていけば体重は落ちてきます。ただやっぱり過食で増えた体重っていうのは過食を直さないとやっぱり無理ですので、だからこのタイミングでですねしっかり過食と向き合ってやっていってもらえればいいかなというふうに思います。はい、では次いきます。155センチ、43キロ、40キロまで痩せるにはどうしたらいいですか。これはですね私案件じゃないですね。はい、だって155センチで43キロって言ったら BMI が多分18切ってると思うんですよ。40キロってなると BMI 16ぐらいだと思うんですよね。これは正直痩せすぎです。自然と生活していてこうなったのであれば気にしなくていいと思いますけど、ダイエットで頑張って BMI 16とか15とかまで痩せるのはもうかなり危険です。ダイエット指導者としてはですねそんな危険な状態まで私は痩せさせることはできませんので、ちょっと私案件ではないというところでですねパスさせてもらえればと思います。はい、では次いきます。朝食前の空腹ウォーキングについてどうお考えですか。結構ねこれもねやってる人多いですよね。空腹の時がエネルギーが枯渇してるから体脂肪が燃焼しやすいですよ、だからそこで運動しましょうねっていうところなんですけど、ぶっちゃけあんまり変わらないです。はい、どっちでもいいと思います。ただやっぱり朝食前って夕食から結構時間が空いててその血糖値が下がってしまってる人っているんですよね。その状態で運動してしまうとさらに低血糖を招いて反動による過食っていうのを引き起こしてしまう可能性があるわけですね。運動っていうのは運動するタイミングっていうよりもやっぱりいかに継続できるかがポイントになってくると思うんですよね。ぶっちゃけ朝食前に運動したから朝食後に運動したからタイミングの差によって体重が大きく変化してくるかっていうともうそういうことはないので、どっちでもいいと思います。はい、では次。3日食べまくったら1キロ増えました。元の生活に戻せば体重も戻りますかというところですね。これもですね、さっき話したとちょっと似てますよね。3日間ぐらいの食べ過ぎであれば全然大丈夫です。しかも1キロってそこまで増えてないじゃないですか。だって私とか正月3キロぐらい1日増えたりしますよ。この1キロはほぼ間違いなくもうむくみです。なのでそんなに不安にならずにですね元の生活に戻してもらえばいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では次いきます。間食はしないのですが毎日夕食後の甘いものがやめられません。太らない範囲で抑えていますがというところですね。夕食後の甘いものですね、さっき言った食後に甘いものを食べてしまうっていう原因は一つ考えておいてください。カロリーが足りない、糖質が足りない、食事が終わった時に血糖値が上がりきってないっていうものですね。あとですねやっぱ夕食後で多いのはもう寝不足ですね。寝不足、睡眠不足ってやっぱ食欲が乱れる原因になるんですね。聞いたことあると思うんですけど、食欲を抑えるレプチンっていうホルモンが少なくなってグレリンっていうホルモンが増えてしまうんですね。だから寝不足の時って食欲がすごい強くなるんですけど、その寝不足の影響ってやっぱり1日の終わりになるにつれて強くなってくるんですよ。もう夕食の時間になったら眠気が強いとか疲れをすごい感じる、そして夕食後に食べ過ぎてしまうっていう場合はやっぱり寝不足とかの影響が大きいというふうに考えていいかなと思います。でそういう場合は睡眠時間を延ばしたりとか、お昼寝15分ちょっと取ってみたりとか、あとは夕食の準備をする前に5分でもいいからちょっと体を休めてみるとか、そういうふうな対策はありですよね。あとは夕食後っていうことなので夕食が少ないだけでなくて朝食と昼食が少なすぎるパターンもありますよね。例えばですけど朝食とってない昼食で200キロカロリー300キロカロリーぐらい食べてないってなったら、当たり前ですけど全然カロリー足りてないから夕食の時にたくさん食べないといけなくなりますよね。それで食べ過ぎてるっていうパターンもありますし、あとは実は夕食前からそわそわしていて、でその状態から夕食に入って甘いものが止まらなくなってしまうっていうパターンもあります。
で、これは何が起こってるかっていうと、夕食前に低血糖になってしまってるわけですね。例えば仕事帰りとかになんかもうイライラが強くなってくるとか、そわそわするとか。で、夕方っていうのはですね、血糖値っていうのは下がりやすい時間帯なんですね。その低血糖の状態から夕食を食べてしまうと、結局ですね、夕食をとっても血糖値が上がりきらずに、食後も甘いものを食べたくなったりするんですね。だからそうした場合はですね、もうですね、仕事が終わった後が早めにおにぎりを食べたりとか、糖分を補給して低血糖を防いでいくっていうことが有効になります。たださっき言ったように、やっぱり睡眠の影響だったりとか、夕食自体が少ないとか、朝昼の食事が少ないとか、いろいろ原因が考えられますので、これもですね、確かね、夕食後の食べ過ぎの原因と対策っていう動画があると思います。多分ですね、富永夕食後食べ過ぎとか打ったら出てくると思いますので、ぜひそれを見てもらえればなというふうに思います。はい、では次。肩甲骨をほぐすと褐色脂肪細胞が活発になって痩せるとよく聞きますが、本当ですか？これ結構聞きますね。はい。褐色脂肪細胞って何かわかりますか？脂肪細胞の一種なんですけど、脂肪細胞っていうのは白色脂肪細胞っていう余ったカロリーを体脂肪として蓄積する脂肪細胞と、褐色脂肪細胞っていう脂肪を分解してくれる、いわゆるそのカロリーを消費する脂肪細胞ってのがあるんですね。で、その褐色脂肪細胞ってのが、実はこの肩甲骨の周りにたくさん存在しているっていうので、じゃあこの肩甲骨の周りをこうやってたくさん動かすと褐色脂肪細胞が活性化して痩せるっていう情報があるんですけど、実はですね、これは肩甲骨を動かしたから褐色脂肪細胞が活発になるかっていうと、それはないっていうふうに言われてます。褐色脂肪細胞によるカロリー消費っていうのはですね、どういう刺激で起こるかっていうと、実はこれ自律神経の中の交感神経っていうものが関与していて、この交感神経を刺激することによって褐色脂肪細胞が活性化されるっていうふうに言われてるんですね。その代表的な刺激の一つとして、寒冷刺激ですね。冷たいシャワーを浴びるとか、寒いところに行くとか、そういうふうな寒冷刺激が褐色脂肪細胞を活性化してくれるというふうに言われています。あとはですね、運動ですね。有酸素運動とか体を動かしたりすると、褐色脂肪細胞が刺激される。正確に言うとですね、実は白色脂肪細胞がベージュ細胞っていうですね、褐色脂肪細胞に似た細胞に変わるっていうふうに言われてるんですね。だから肩甲骨を動かすっていうのはめちゃくちゃいいことなんですけど、これは褐色脂肪細胞はもうほぼ活性化されないと思ってもらっていいかなと思います。だからそれよりも冷たいシャワーを浴びるとか、運動をするっていうのがですね、褐色脂肪細胞を活性化しますので、ぜひそちらをやってもらえればと思います。はい、では次。ダイエットを始めるとき、食事の改善と運動を同時に始めてもいいですか？ですね、全然いいかなと思います。むしろ食事も運動も両方やっていった方がいいんですけど、それほど時間的な、気持ち的な余裕がないのであれば、どっちを優先した方がいいかっていうと、食事ですね。はい。で、あまりにもですね、この食事と運動を同時にやっていくときに、パーソナルトレーニングに行くみたいな感じで、頑張りすぎると間違いなく続かなくなります。なので、どっちかというと、やっぱ食事の改善を優先して、余裕があるところで運動を少しずつ入れていくっていうぐらいがいいと思いますね。基本、食事で改善できるところがあれば、そっちを優先して、しっかりとやっていって、運動は後押しぐらいで考えてもらった方が、無難かなと思います。私が見てる限りですね、そんな一気に改善できる人っていうのは少ないと思いますので、とにかくですね、食事の改善を優先してやってもらうのがいいかなというふうに思います。はい、では次。体重はどれぐらいの周期で下がっていくのが理想的ですかというところですね。ちょっと周期っていうのがよくわからないんですけど、多分、どれぐらいのペースで落ちてくるかっていうところですね。で、これもですね、正直人にはよるんですけど、大体ですね、体重の1から 3% ぐらい、これぐらいが理想的な落ち方かな。例えば体重60キロであれば 0.6 キロ。正直ですね、やっぱ 4% 以上落ちていくっていうのは相当無理しないと落ちてこないので、体重の1から 3% が1ヶ月で落ちてくればいいかなっていうふうに考えています。大事なのはですね、やっぱり短期でガバって落とすことよりも、長期的にですね、やっぱり体重を落としていって、それをキープしていくことだと思いますので、本当ですね、体重の 1% ずつでもいいから落ちていけばいいと考えて進めてもらえればいいかなと思います。はい、では次。血糖値の急上昇、急下降は太ると聞きましたが、本当ですか？これはですね、正しいっちゃ正しいです。血糖値が急上昇して急下降すると何が起こるかっていうと、低血糖になってしまって結局食べ過ぎてしまうわけですね。それでカロリーオーバーして太りやすくはなります。おそらくこの方が言いたいのはですね、血糖値ってその太りやすさに影響してるんですかっていうところだと思うんですけど、体重にですね、影響してるのは基本的にはカロリーの収支です。血糖値が乱高下してようが、カロリーの収支がですね、崩れてなければ、いわゆるそのオーバーカロリーですね。摂取カロリーが消費カロリーを上回っている状態になってなければ体重は増えません。血糖値がこう乱高下することによって食欲が乱れて摂取カロリーが上がりやすくなるので、そうなってしまうと太ってしまいます。で、あとはその血糖値が上がることによって体脂肪の蓄積を促すインスリンっていうホルモンがたくさん作られるようになるので、そのインスリンが出てるとですね、摂取カロリーが抑えられてても体脂肪の分解が起こりにくいので痩せにくいっていうのはありますけど、けど基本は血糖値っていうのはカロリーがありきのその先の痩せやすさ、太りやすさに影響している
って考えてもらったらいいかなと思います。さっき言ったように血糖値の乱高下、低血糖を招いてカロリーの収支を崩してしまって太りやすさを作るっていうこともありますので、そのようなイメージでいてもらえるといいかなと思います。はい、では次、富永さんは夕食後とか食後甘いものとかお菓子食べたくなったりはしないのでしょうか。いや、普通にしますよ。はい、私結構食欲乱れやすい方なので、例えば寝不足だったりとか鬱の時とかってめっちゃ食べたくなります。ちなみに今とかはヨーグルトにハマっていて食後にめっちゃヨーグルト食べてます。はい、ただそのもう食べたくなる原因っていうのが分かってるわけですね。寝不足だったりとか、あと鬱だったりとか、だから別になんか食後に食べたくなっても、あ、今ってまあこういう状態がだから仕方ないよねっていうところでもう諦めてます。はい、もう私はですね、正直食べることめちゃめちゃ好きなので、かなり食欲乱れやすい方です。だからこそ食べたくなるっていう人の気持ちもよくわかりますし、食べ物に縛られてる人がやっぱりもったいないと思うんですよ。太るからこれは食べないとかですよ。だって食べるのはやっぱりみんな好きじゃないですか。僕めっちゃ好きなんですよ。なのに食べたいものを食べれないってやっぱりきついですよね。そうだから、そうした人をですね、やっぱり解放してあげたいので、この食欲コントロールダイエットっていう情報発信をしてるっていうところがありますので、まあ、私もですね、食は乱れるっていうところで知っておいてもらえるといいかなと思います。はい、では次、一食で白米 120g は少ないですか。まあほとんどの人にとっては少ないですね。一食 120g ってですね、おそらく3歳とか4歳ぐらいが食べるぐらいの量なんですよ。で、例えばですけど、大人の茶碗軽く1杯で 150g ぐらい入るんですよね。 150g って何キロカロリーかっていうと、だいたい230キロカロリーぐらいなんですよ。で、230キロカロリーを3回食べるとするじゃないですか、朝昼晩ですね。そしたらだいたい700キロカロリーぐらいになりますよね。で、この主食っていうのはやっぱり総摂取カロリーの 50% ぐらい取りたいわけですよ。そうなった時に 150g 食べても700キロカロリーしかないっていうことは、1日の摂取カロリーが1400キロカロリーぐらいにならないと栄養バランスって崩れてしまうっていうことなんですね。これが 120g ってなると、おそらく3食食べても600キロカロリーぐらいになるんですよ。っていうことは、総摂取カロリーが1200キロカロリーとかそれぐらいじゃないと、炭水化物とタンパク質と脂質のバランスって崩れてしまうってなるんですね。まあ、なのでもちろんですよ、身長とか体重とか活動にもよりますけど、 120g で十分っていう人はほとんどいません。これもですね、過去にですね、痩せるご飯の最適量っていうところでですね、なんでご飯をこれぐらい食べないといけないのか、1日のカロリーがこれぐらいの人はこれぐらいご飯を取った方がいいですよとかですね、その辺を詳しく説明している動画があります。これもですね、概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひですね、ご飯の量で悩んでいる人は見てもらえればと思います。はい、では最後いきます。人生で痩せていたことがないのですが、食欲のままに食べた方がいいですか。難しいですね。けどこの方は多分おそらく食欲のままに食べてきた結果痩せれなかったんだと思うんですよね。っていうことは、今のその食欲のまんまっていうのが、多分食欲が乱れすぎて体重が重くなるような食欲の状態になってしまってるんですよ。乱れた食欲を作っているやっぱり生活っていうのを改善していかないと、多分このまま痩せることはできないと思いますので、食欲のままに食べていいんだけど、その食欲を落ち着かせるような生活改善はやっていかないといけないかなと思います。まあ、これはですね、さっき紹介した食欲コントロールっていうところの動画で見てもらえればいいんですけど、まあ、必ずですね、寝不足だったりとか栄養バランスが悪いとかストレスだとか食欲が乱れている原因っていうのがあると思いますので、そこをですね、ちょっと見直してやってもらえればなというふうに思います。はい、どうだったでしょうか。ちょっと長めの動画になりましたが、たくさんの質問に答えさせてもらったので、参考になったものもあるんじゃないかなと思います。今後もですね、ちょっとこの質問に答える系のですね、動画はやっていきたいと思いますので、もしですね、何か聞きたいことがあればコメント欄に書いていただければ、まあ、もちろんですね、コメントでも返しますし、こういうふうにですね、動画で撮って返すっていうこともやれると思いますので、いろいろうまくコメント欄を活用してもらえればと思います。またですね、概要欄にある LINE にですね、登録いただくと、無料でですね、食欲コントロールダイエットマスター講座60分だったりとか、私が出版している満腹食べても太らない本の PDF、管理栄養士による食事添削1ヶ月分、1ヶ月の痩せる食事メニュー &PFC バランスのデータなどですね、豪華12大特典を無料で受け取ることができますので、まだですね、LINE 登録されてない方は、ぜひこの機会に LINE 登録してもらえればと思います。はい、では今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立つと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。では、また。